マッタレーナ・カスラーナは16世紀イタリアの女性作曲家、リュート奏者、声楽家、高キルネサンス音楽様式の作曲家であり、歴史上の女性作曲家ではおそらく初めて作品を出版された人物である。生涯についての資料は極めて乏しく、カスラーナのマドリガーレ集についての文書や曲集の拳事から推論するしかない。最も見込みが高いのは、 生から見て、シエナ付近のカソーレデルザ生まれということである。諸女作は、マドリガーレ州に収録された、フィレンツェで作曲した4曲である。2年後には、ベネツィアで4世のためのマドリガーレ州第一巻を上司した。これは、西洋音楽史上で、初めて女性作曲家が発表した出版符である。同年には、オルランデスラススが、バイエルンコ、 アルブレヒトのミュンヘンの宮廷楽団を指揮してカスラーナの作品を指揮している。作品のいくつかを検定していることからイザベラ・デ・メディチに近しかったことは明らかである。1570年と1583年、1586年にもやはりベネツィアでその他のマドリガーレを出版している。この間に一時メツあリという男性と結婚していたが相手の男性についてや 結婚生活を過ごしていた土地については情報がない。検事に含まれた情報によると、ベローナやミラのフィレンツェを訪れたことは明らかである。ベネツィアに赴いた可能性もある。楽譜が出版されているし、数々のベネツィア人がカスラーナの技能について発言を残しているからである。カスラーナはマドリガーレ州第1巻において、 イザベラ・デ・メディチェの検事の中で、まだ女性の作曲家が珍しい存在であった時代に、女性作曲家であるということに、どのような考えを抱いていたかを表明している。曰く、私は、職業音楽家という立場で、できる限り世間に示したいのです。自分たちだけが、知識や芸術の性能に恵まれていて、女には、絶対に、そのような才能は与えられていないとするのは、 男性の虚しい誤りであると、カスラーナの作品のうち66曲のマドリガーレが、現存する。大法や半音外技法の中央を得た、作曲様式は、ルカ・マレンツ用の初期作品や、フィリップ・デ・モンテの多くのマドリガーレの名残を、感じさせるが、ルッツァスコ・ルッツァルキや、カルロ・ジェズ・アルドラ・フェラーラ学派のような、極端な実験は避けている。戦慄戦は歌いやすく、 歌詞に対して入念な配慮が行き届いている。デモンテのような同時代の作曲家もカスラーナを高く評価していた。ラッスがバイエルン宮廷の結婚式でカスラーナの楽曲を指揮したということは、ラッスも彼女の技能に感銘を受けた一人だったということを示唆している。トーマス W ブリーチズキャジューラナ。 また例が、イングローブミュージックオンライン、オックスフォードミュージックオンライン、http コロンスラッシュスラッシュ www.oxfordmusiconline.com スラッシュ SUBSCRIBER スラッシュアーティクルスラッシュグローブスラッシュミュージックスラッシュ051コありがとうございます。